リチャード、ディッキー・アトウッドは、イングランドのウルヴァーハンプトン出身のもと、レーシングドライバーである。アトウッドは、BRM、ロータス、クーパーから F1 に参戦した。F1 キャリアでは、表彰台に一度立ち、11ポイントを獲得した。アトウッドは、スポーツカーレースでも成功を収め、ポルシェ917をドライブして1970年の、ルマン24時間レースで勝利を挙げた。 アトウッドは見習いとしてスポーツカーメーカーのジャガーに入った。1960年にはトライアンフ TR3 でレースを始めた。1961年にアトウッドはミッドランズレーシングパートナーシップチームに加入してクラブレースのフォーミュラジュニアレースに参戦を開始し、1962年の終わりまでこれを続けた。1963年にこのチームは 国際的な舞台へと活動の場を広げると、アトウッドは、モナコグランプリの FJ のサポートレースに、ローラ MK5 で勝利し、注目を浴びた。シーズンを通じての他の活躍もあり、アトウッドは、グローブウッドアワードを獲得した。この成功を背景に、MRP は1964年に F2 クラスにステップアップした。アトウッドは、ウィーンで優勝し、ポーグランプリ、 アイフェル連年、アルビグランプリで2位に入った。この当時は、トップレベルのグランプリドライバーも F2 に並行参戦していた。ポーでは、実にフルワークスのロータスに乗る、F1 世界チャンピオンのジム・クラークに負けただけだった。アトウッドの F2 でのパフォーマンスにより BRM の経営者、アルフレッド・オーウェンは、アトウッドに、ワークス F1 チームのシートを提供した。 アトウッドの BRM からの初の出走は、グッドウッドで開催された非選手権レース、ニュースオブザー,アールドトロフィーだった。このレースで、アトウッドは、BRMP57 で4位となったが、これは、コーリン・チャップマン率いるロータスの車両以外では、優勝者と同一周回でフィニッシュした唯一の車両だった。アトウッドの2度目の出走は1964年。 イギリスグランプリで実験的な四輪駆動車 P67 をドライブした。この四輪駆動車プロジェクトのテストドライバーのアトウッドはこの重量型のマシンで決勝に駒を進めることに成功し最後尾ではあったがグリッドを獲得した。しかしながら P67 は基本的にテスト用のものであるため BRM は決勝前に出走を取り消した。アトウッドは ティムパーネルとパーネルのチームであるレックパーネルレーシングのロータス25を1965年シーズンにドライブする契約を結んだ。25はかつては一流のマシンだったが、アトウッドにとっては1965年にはすでにベストのマシンではなくなっていた。また、搭載された BRM エンジンも完全に競争力が欠けていた。マシンの信頼性は高かったが、 シーズン全体でのポイント獲得は2度の6位だけだった。F1 マシン BRMP261 をドライブするアトウッド。エンジンキャパシティ以外はアトウッドが1966年と1967年にタスマンシリーズでドライブしたものと同一。1966年、アトウッドは BRM のタスマンシリーズチームの一員としてオーストラリアとニュージーランドに向かった。 タスマンでのアトウッドのパフォーマンスはニュージーランドのレビンでの勝利を含めて有望なものでだったが、それにもかかわらず1965年の F1 での失望的なパフォーマンスが原因かもしれないが、アトウッドは1966年から1967年にかけては F1 のレギュラーシートを得ることはできなかった。この間にアトウッドが出走したのは、 クーパーのレギュラードライバーペドロ・ロドリゲスの代わりに参戦した1967年、カナダグランプリだけで、このレースでは、クーパー・マセラティを10位でゴールさせた。1966年は、F2 に参戦し、ローマグランプリで勝利を挙げたほか、ポーでは、同値で2度目となる2位を獲得した。しかし、1967年には、スポーツカーレースに注力した。 1968年のインディ500でマイク・スペンスが不慮の死を遂げると、アトウッドは運営者がバーネルに代わっていた BRM ワークスチームに再加入し、スペンスの空いたシートに収まった。BRM に戻っての最初のレースは、アトウッドにとっての最高のレースだったかもしれない。アトウッドは1968年モナコグランプリでファステストラップを記録し、 グラハムヒルのワークスロータスに次ぐ2位を獲得した。しかしその後の成績は下降戦をたどり、シーズンの最終4戦を残し、アトウッドはボビー・アンサーと交代させられた。常にモナコを得意としていたアトウッドは、そのモナコで最後の F1 レースをスタートした。コーリン・チャップマンは負傷したヨッヘン・リントの代わりにアトウッドにロータス49バイトをドライブさせ、 アトウッドは4位を獲得した。これがアトウッドにとって最後の F1 ドライブとなったがフランク・ウィリアムズのチームからブラバムの F2 マシンで1969年ドイツグランプリに参戦した。そのレースを総合6位でフィニッシュし F2 クラスでは2位となった。ニュルブルクリンクでオープン仕様のフォード GT40 をドライブするアトウッド1964年にアトウッドは F1 でのキャリアをスタートさせたが、フォードの GT プロトタイプのプロジェクトチームから同時期に接触を受け、後にフォード GT40 を開発に参加した。アトウッドは、この象徴的なレーシングカーの最初のドライバーの一人となり、ジョーシュレッサーとマシンをシェアして1964年のルマン24時間レースに出走したが、マシンから出荷したためにレースをリタイアした。 アトウッドの主要な国際的スポーツカーレースでの初優勝は南アフリカで開催された1964年のド極時間レースでデビッド・パイパーのフェラーリ P2 でのものだった。アトウッドはレーシングドライバーとしてデビッド・パイパーと長く続く関係を持った。アトウッドは以後5年にわたり 250LM や 330P3、330P4 を含め パイパーの緑色のフェラーリを様々なレースでドライブし、スポーツカー世界選手権で何度かポイントを獲得し、マラネルコンセッショニアーズチームでパイパーとコンビを組んだ。この期間には、1967年のスパ 1000km で3位、セェルトベーグ 500km で2位を獲得した。アトウッドは、自身をフェラーリとフォードだけのドライブに制限することは、なく、ポルシェ906、 アルファロメオ T33 もドライブした。アトウッドは GT40 の後継者ながら失敗作に終わった GT モデルフォード P68 の数少ないドライバーの一人にもなった。このマシンで1968年のニュルブルクリンク 1000km に出走したがメカニカルトラブルによりフィニッシュすることはできなかった。プライベーターのポルシェをドライブしていたアトウッドは 1969年のスポーツカー世界選手権でワークスチームのポルシェをドライブする契約を結んだ。主にイギリス人のビッグエル・フォードと組んで参戦し、最高位はポルシェ908で BOAC500 とはトキンス・グレン6時間レースでの2度の2位だった。このシーズンの後半、アトウッドは再度象徴的なレーシングスポーツカーの開発に参加した。そのマシンとは、 ポルシェ917である。エルフォード、アトウッド組の917リットル H は1969年のルマン24時間レースでかなりの時間をリードしたが、残り2時間の時点でギアボックストラブルに見舞われ327周でリタイアした。アトウッドとハンス・ヘルマンのドライブで1970年のルマン24時間レースの勝利に向かうポルシェ917。 ケイアトウッドは1970年のルマン24時間レースにも参戦し、ハンス・ヘルマンと共に、ポルシェ 917K で勝利を挙げた。ヘルマンとアトウッドは、同年のニュルブルクリンクでは908にマシンを戻して2位を獲得した。このコンビは、翌1971年のルマン24時間レースでは、ジョン・ワイヤー率いるプライベーターチームの917で2位に入った。この年は、 セルトベーグ 1000km で勝利も挙げたが、シーズン終了後にアトウッドは、モータースポーツから引退した。1984年、アトウッドは、アストン・マーティーニ・ニムロットのルマンプロジェクトのために、短期間の現役復帰を果たした。このプロジェクトは、危機的な状況であり、同年のルマン24時間レースを、マシントラブルでリタイアすると、アトウッドは、第一戦から完全に引退した。 ヒストリックモータースポーツの人気が高まるとともに、アトウッドはしばしばイベントに登場するようになり、アトウッドの所有する917の展示を行うようになった。このマシンは、アトウッドのドライブで1970年のルマン24時間レースを制した車両と同様の塗装が施された。また、アトウッドは年に一度開催される、グッドウッドフェスティバル・オブ・スピードにもしばしば参加している。 ありがとうございます。